続いての挑戦者はリアクションが塩対応の渡辺とリアクションが独特な岸くん。うん、これはちょっと読めないね、この2人は。めちゃめちゃ苦手です。岸本のペアなんですけど安心感がないので不安も大きいです。でもちょっとワクワクしてます。ワクワクせんな本当に怖いんです。珍しいね。怖くてなんかさっき清水と石塚がなんかあの楽しかったとか言って帰ってきたの見て本当にもう泣かせてもらったと思う。なんか口が悪くなってるね。いつもと違うね。